はい、室田です。今回はですね、幻想的なスイープピッキングのフレーズを紹介しようと思うんですが、これ見た目以上に難しくてですね、まあ、皆さんスイープピッキングって多分一度ぐらいは練習されたことあると思うんですが、テンポが、120前後、いわゆるミドルテンポですね、ミドルテンポ付近で16ボンボで弾くスイープってピッキングのコントロールも難しいし、結構ね、難易度高いんですよね。しかしですね、今回ご紹介させていただくメジャーセブンのスイープのポジションなんですけど、かなり汎用性が高いと個人的には思っています。なので、ぜひね、皆さんに練習していただいて、実践で使っていただけたらなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、それでは始めていきたいと思います。今回ご紹介させていただくメジャーセブンのスイープなんですけど、これは、一つのフレーズですね。これにドミソシドミソシっていう風に、メジャーセブンの、コードトーンが2個存在してます。特にですね、この1弦から4弦のこの C メジャーセブンの形ですね、この形は、おしゃれなジャンルとかでめちゃくちゃよく使うので、ぜひ覚えておきたいですね。この4弦10、3弦9、2弦8、1弦7、これ今からなぞるんですけど、これをコードで押された時、このコードはめちゃくちゃよく使うので、ぜひ覚えておきましょう。ではフレーズの解説の方をしていきます。まずね、6弦の8フレット薬指でダウン。で、5弦の7フレット中指でダウン。で、4弦の5フレットを、人差し指でダウン。で、この時ですね、スイープピッキングの基本なんですが、弦が変わったら次の弦の上にピックが待機しているような状態ですね。6弦弾き終わったらもうこうやって5弦に、5弦の上に、ピックを乗せて待機です。で、5弦が弾き終わったら4弦の上に待機。こういう状態ですね。はい。で、ここで4弦の9フレット小指でアップで入ります。ダウンダウンダウンアップですね。で、ここでスライドを挟みます。小指でスライド、10フレットまでスライド。で、そこからさらにまたダウンダウンダウンっていう風に、3弦9薬指でダウン、2弦8中指で、1弦7人差し指でダウン。ここも同じような考え方ですね。3弦弾き終わったら2弦の上、2弦弾き終わったら1弦の上に、ピックが乗っかってるような状態ですね。はい。で、ここから切り返していきます。まず1弦の8から7へプリングですね。これはアップで入ります。で、2弦の8中指でアップ。で、3弦の9薬指でアップ。で、4弦の、10、これもアップですね。小指ですね。で、ここから9フレットへスライド、小指でスライドですね。そして人差し指は4弦5フレットに置いておいて、ここからプリングですね。小指で9から5へプリング。で、最後、5弦の7、これもアップ、アップでプリング、アップアップアップ、スライドプリングアップ、こういう風になってます。これが2回連続続きます。はい、これで今 C メジャーセブンのスイープを2回連続弾きました。そしてこのまま2フレット下がって B フラットメジャーセブンのスイープを同じように2回弾くと、僕が最初にね弾いたフレーズになります。なので弾き方は全く同じですね。6弦の6フレットからまた同じようにダウンダウンダウンアップ、スライドダウンダウンダウンアップ、プリングアップアップアップ、スライドプリングアップという風になってます。で、また
メジャーセブンのスイートを弾いてあげる。で、B フラットメジャーセブンのスイートを弾いて、っていう感じになってます。実はね、このスイープピッキングなんですけど、ちょっとだけね、手を加えてやることによって、とてもおしゃれな響きになります。どのようにするかというと、最後の部分なんですけど、こうね、まあ、ここ最後、ドの音で切り返してたじゃないですか。ここを切り返さずに、ドじゃなくて、レを選択します。1弦10フレットですね。つまり、こうですね。で、こっからプリングで9フレット、8フレット、7フレットで、最後このね、1弦7フレットで、フレーズを終わらせてあげると、とてもおしゃれな響きになります。こんな感じですね。すごいおしゃれな響きですよね。まあ、この手のフレーズは割とね、よく使われるので、まあ、ぜひ覚えておいて損はないかなと思うので、練習してみてください。はい、いかがだったでしょうか。ですね、スイープピッキングって結構皆さんものすごい速さで弾いてしまいがちなんですけど、まあ、こういうね、割と遅めで、まあ、16分で弾くスイープっていうのもなかなか難しいので、ね、これかなり練習になると思うので、ぜひ皆さん頑張ってみてください。もし今回の動画が良かったなと思われた方は、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。